こんにちは、野球クラブ18です。賢くプレーロバーツのアドバイスで、ドジャースボードを勃発。なん、なん、大谷が怪我、ロバーツはまだ彼を出場させているの、神よ、相手投手は完全にショックを受けました。大谷選手は、このドレッツの本拠地、グレートアメリカンボールパークでの試合に2番、DH として登場しました。なんと、 3回目の打席でシーズン初の三塁打を放ちましたよ。その三塁打は右翼戦への見事な一撃でしたね。これが彼にとって11打席ぶりのヒットとなります。しかも、MLB の現在の30の本拠地球上のうち、ピーツパークを除く33球場でヒットを記録したことになります。ただ、大谷選手がボールを打った後、三塁への加速を見せなかったのが少し心配ですね。 彼は基本的にベースランニングが評価されている選手ですが、この日は何か異変があったのでしょうか。試合の結果は残念ながら、ドジャースが1、3で敗れ、シーズン最悪の4連敗を喫してしまいました。大谷選手もこの試合で4打席中3回の三振を喫し、1安打に終わっています。今日の大谷翔平選手の試合後、ドジャースのデーブ・ノバーツ監督が、 大谷選手の健康状態について語りましたね。ロバーツ監督によると、大谷選手は先週から左ハムストリングを痛めており、全速力で走ることができなかったそうです。監督は、少しハムストリングを痛めているので、賢くプレーしてほしい。彼は二塁だと思ったけれど、ボールが戻らなかったので走り続けた。今はハムストリングの管理をしている。それが重要だ。でも、 昨日よりは調子が良い。無理はさせたくない。筋肉の痛みというよりは打撲に近いと述べました。16日のレッズ戦、それも大谷選手のボブルヘッドデーの初回に、チェックスイングの際にボールが左ハムストリングに当たってしまったことが原因で怪我をしたそうですね。大谷選手、初回の打席ではグリーン投手と対戦しました。グリーン投手は、時速100マイルを超える速球が武器の右投げですが、 大谷選手は彼の低めのスプリットに手を出して三振してしまいました。二回目の打席でも、やはり低めのスプリットに苦しみ、再び三振。打者としての苦戦が見られましたね。そして、重要なのが8回の第4打席。スコアは1、3とリードされていて、2アウトでランナーなしの場面でした。ここで左腕のモール投手と対戦し、1、 2位から低め内角のスイーパーを連続で投じられ、厳しい攻めにさらされました。特に2回裏、満塁のチャンスで点が入るものの、内野ゴロで1点に止まりました。そして6回、大谷選手が三塁打で出塁したものの、フリーマンやスミスが三振に倒れ、得点には繋がらなかったんです。大谷の負傷について聞かされた相手投手グリーンは、これはクレイジーだ。 大谷翔平は健康上の問題を抱えているのに、ロバーツはまだ彼をプレーさせているのか、と答えた。グリーン投手はドジャースは新しい監督に変えるべきだと思うと率直な意見を述べた。ハンター・グリーンは次のように述べています。大谷選手は決して手を抜くタイプではないため、何か違和感を感じているのだろうと私も感じていました。ボールを打った直後に速度を上げて走り出しましたが、 その後速度を落としたのは、おそらく全力で走ると危険だと感じたからだと思います。最後にグリーンは、他の選手たちが疲労している中で DH、指名打者として役立て、大谷選手には少しでも完全な休息を提供することが、最も良い選択であるかもしれないと述べました。賢くプレーするように伝えて、スタメン出場とは、結局そこはまた個人任せにしている感じでしょうか。 試合に参加しつつも太ももの裏側を保護するためには走らないで三振を取るのが最善の策だと言えるでしょう。一方で、たとえゆっくりと走ったとしても三塁打のようなプレーは保護している部分以外に余計な負担がかかる恐れがあります。欠場させて完全に回復させることを優先すべきかもしれません。明日は予定より早い開始のデーゲームで山本が登板します。大谷が先発する時のトラウトのように 彼も欠場する可能性があるかもしれませんね。大谷選手は以前、制御不能なボールによって打撃を受け、その影響が懸念されていました。しかし実際には、その事故があった16日の CIN 戦から約10日が経過しています。その間、大谷選手は例によって、積極的にベースランニングや投類を試みていました。彼のスポーツマンシップと献身的なプレースタイルは、 常に注目の的ですね。高いパフォーマンスを発揮するアスリートほど、その体には大きな負担がかかります。特に大谷選手のような二刀流の選手は、普通の選手以上に体を酷使しています。年齢とともに、私たちの体は若い頃と比べて治癒力や回復力が低下します。大谷選手も例外ではなく、これからの彼のキャリアにおいて、コンディショニングは最も大きな課題となるでしょう。 彼はユニコーン、つまり他に類を見ない得意な才能の持ち主とされていますが、そのために一般の選手よりも回復が難しいかもしれませんね。彼はモンスター級のアスリートですから、その負担は計り知れません。大谷選手は以前から腰痛を理由に試合を欠場していますが、実は試合前の練習やベンチでもハムストリングに不安を抱えていたようです。彼はその状況を受け入れながらも、 チームのためにプレーを続けてきたんですね。大谷選手がヒットを打てないとき、それは彼がどこか痛めているからかもしれません。今日の試合で三塁打を打った後、彼はダグアウトに戻り、すぐにフィールドの裏に向かいました。カメラにはトレーナーの中島洋介さんが彼を追いかける姿が映っていましたね。大谷選手の走塁フォームは美しいとよく言われますが、 彼がベースを走る際のある種のカジュアルなトロットが少し気になっている方もいるようですね。それはまるで背中や膝に問題を抱えている人のように見えることがあります。それが単なる癖である可能性もありますね。しかしファンとしては彼の健康が気になるところです。特に今年は大谷選手にとって新しい環境でのリハビリテーションの年ですから無理をして怪我をしないようにと願うばかりです。 新しいチームでのプレイは、慣れない環境での過度な負担を避けることが重要ですからね。実は大谷選手、ある試合で一塁にいた際に、抑制球によって太ももの裏を打撃されたそうです。それが原因であざができ、少し痛みがあったみたいですね。彼はその痛みが走っている最中にはなかったので、大丈夫だと判断してプレーを続けました。昨日の試合では多くのグラウンドボールを処理し、 何度も一塁まで全力失踪したそうですから、過度に心配する必要はないかもしれませんね。ただ、大谷選手自身も無理をしすぎないようにと望んでいます。スポーツ選手としては、自分の体のサインを正しく理解し、必要な時には休息を取ることが大切ですから。実は先週、大谷選手が一塁でボールをキャッチしようとした際に、太ももにボールが強く当たってしまい、打撲を負ったそうです。 はじめはもっと深刻な内部疾患や感染症かと心配されましたが、幸いそれは違っていました。打撲とはいえ、筋肉の問題は厄介になることが多いですね。もし筋肉が避けていたら、回復は容易ではありません。そのため、大谷選手には明日と明後日は休息を取ってもらいたいと思います。筋肉に関連する問題は長引くことがありますから、慎重に対処する必要がありますね。最近、 彼の調子が少し遅れがちに見えるのもそのせいかもしれません。大谷選手は特に今日の試合で3塁打を放ち、第四打席で非常に活発なプレーを見せました。それによってかなりのストレスも感じたようですね。明日の試合は早いスタートとなるため、彼が休息を取ることが望ましいかもしれません。対戦相手のバーンズ投手は吉野部に対して有利なマッチアップを持っているため、 大谷選手が休むことは戦略的にも断りにかなっています。彼が無理をせず、適切に休息を取ることが大切です。スポーツ選手にとっては、適切な休息がパフォーマンスの維持に不可欠ですから、多角的な視点から見ても明日の休養は賢明な選択と言えるでしょう。先日の試合で、大谷選手が一塁を回った後のシーンがありました。彼は右翼の守備を見て、 三塁までのヒットが容易だと感じたようですが、その後、スピードを落としました。実はその時、カットマンがデラクルーズだったことを大谷選手が忘れていた可能性がありますね。重要な場面でボールが来るとは思っていなかったのかもしれません。フリーマンが左翼フライでタッチアップを試みましたが、大谷選手がスタートの準備をしていなかったことから、ゲーム全体にわたる緊張感の欠如が伺えます。ただし、 これが彼の体調よりもゲームに対する集中力の問題であった可能性が高いです。